ちは、こんばんは。ゲーム動画の伊藤です。サッカークラブ育成シングルスのカルチャービット始めていきましょう。今回は、筑波田川戦。かなり疲れていますね。鹿島に至っては赤です。やっていきましょう。試合です。15節ですね、現在。このままにしたいと思います。結構強い相手だと思うので、ね、3分の1ぐらいのボリュームでどうかな。本当に音が大きい方が自動調整かもしれませんが、前半終了です。メリカは結構疲れてますね。中盤、でもまず中盤だ、タイルレッキはクラです。2人を変えて、あと1人は様子見ましょう。個人的にはすごく中盤変えたいですからね。チャンスができません。逆にピンチの方が多いんじゃないか。ということではコーナーキックになります。ちょっとピンチ、チャンスか。交代です。一人交代。少しのさつきに行こうか。ちょっとさつきの能力が落ちてきてる気がして心配ですが、こんなさつきって悪かったっけ。昔エースだったのかな。ついに均衡が破れました。クランカリバーズ先制です。相手をなめるっていう人ですね。追加点、いいですね。残りがあと5分切ってほしい。アディショナルタイム1分、相手にとってはラストチャンスでしょうが、いまいち攻めが甘いか。 OK、 クリアして試合終了。クランカリバーズ勝利です。先制点ですね。しっかり打ってくれました。シュートを2本しか打ってないんだ。つい相手が攻めてたんですね。1対0で勝利です。あ、これリマス大阪負けましたね。なので3点差に勝ち点縮まりました。まだ逆転のチャンスあるってことじゃないでしょうか。そして残留決定です。11勝3敗1引き分け。バトルは2週休憩で、それから武蔵野方のやつですね。しっかり勝っておきたいということで、現在の選手データです。ちょっとね、さつきがなんかパッとしないのはびっくりした。でも53番だから、そんなにさつき見られてないのか。1回のですね、選手ってこと、ミッドフィルダーってことですからね。はい、というわけで、今回はスコアが見事勝利することができました。昨年2位のチームですからね、結構な強豪と言えるんじゃないでしょうか。それで勝ったのは非常に大きい。勝ち点差も3点に縮まりましたし、まだ優勝のチャンスありますよ。どんどん追い上げていきましょう。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、動画のですね、拡散お願いいたします。チャンネル登録していただいた後、ベルのマーク、チャンネル登録ボタンを右側にありますので、押していただいて、届くようにしていただければありがたいです。また概要欄にはブログ、ツイッター、カルチョビット R のプレイリストございます。こちらもよろしければ見ていただきまして、ツイッターはフォローにまだお方いただければ嬉しく思います。ということで、カルチちょびっとあーとお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。